はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は継続の決断法バブギット棒の岬沖海戦ヤマトと高シナリオリベンジやっていきたいと思います。では早速、次の画面に進みます。で、投入する艦隊、もう何度もお話している通り、第一艦隊、ヤマトの入っている第一艦隊は絶対に投入しなきゃいけない艦隊になってますので、これは参加ですね。じゃあ他の艦隊何投入するのと、第2、第3、第4、第5とあるんですが、コメント欄の方で、打撃艦隊中心に、やってみたらどうかというコメントをいただいて、ちょっと検討しています。まず第2艦隊なんですが、戦艦長門、慶順が1隻以下、駆逐艦5隻、第3艦隊は従順が4隻、この火力は必要なので、まず従順の入った第3艦隊は投入で、いつも第4艦隊使ってるんですね。戦艦春田、航空戦艦日向伊勢、正規空母天城葛城、従順青葉、慶順大淀、まあ、これだけの火力で、第5艦隊はというとですね、正規空母、巡洋、あとは軽空母が2隻、従順が1隻、軽巡が1隻以下、駆逐艦5隻なんですよ。結局砲撃戦、打撃力を見た場合でもね、やっぱ第4艦隊なんじゃないかなという気がしていまして、変わり映えがないんですが、同じ形になります。じゃあ何が今回変えるのっていうね、まあ皆さん素朴な疑問だと思うんですけど、今回はすいません、真剣にやります。それぐらいしか思いつかない。まあ本来は雨が降ってくれるのをやっぱり、待って、必要に応じてちょっとリセットをするっていう動きをやってます。もうすでにどうしても成り立たないときは、もう一回そこで終了して、リセットっていう形をやってるんですけども、まあ、それにしたってね、やっぱり厳しいですね、戦いが。では艦隊動かしていきます。第一艦隊はですね、水雷戦隊にして、おとりも兼ねてですね、本島、沖縄本島から離れるような動きをしていきます。で、あとは一応偵察機を飛ばしていきましょう。偵察機を飛ばして敵を発見できたら、場合によってはね、先制の空母攻撃を仕掛けていく。雨さえ降ってくれればなぁというところなんですけどね。前回ちょっとね、実況の音声をミスって微妙な感じになっちゃったんですけど、前回はね、ほんと惜しかったですよね。ここで敵の艦隊を発見。いやー、これもちょっとまだ早すぎる。今敵の艦隊と接触してもちょっとまずいので、一旦下げましょう。今ここで敵艦隊と接触してもちょっと本当どうにもならないので、急速旋回して現場海域を離れます。ワスプ、ランドルフ、エンタープライズ、インディペンデンス、正規空母3、護衛空母1ですね。まあ、夜に発見されるのはね、まあ、逆に、まあ、ある意味ウェルカムというか望んだ動きにはなるのでいいんですけど、今ちょっと発見されるのはね、しんどいですね。12時ぐらいが来たらね、徐々に動いていこうと思います。うわー、敵に発見されてるな、第一艦隊は。早いよー、駆逐艦の沈没が。で、魚雷でしょこれ。こんだけの魚雷食らったらさ、ボッコボッコ駆逐艦を沈むよね。いや、これはないだろう。ちょっとこれはやり直しましょう。さすがにね、今のひどいもんがあるでしょう。1回の敵の、まあ、航空攻撃によって、
あそこまで駆逐艦が沈められるほどに魚雷攻撃って強力なんですよね。本当に強力。あそこまで魚雷攻撃を食らっちゃうともうしんどいかなという感じですね。夜まで待機かな、やっぱり第一艦隊も。水雷戦隊にしただけでもね、ちょっと待機にしないと、昼間日中にあの形で見つかっちゃうと、もう、まあ、手が出ないというか、どうにもならないですね。なので、現場海域で待機して、とりあえず偵察機をバコバコ飛ばしましょう。で、12時ぐらいが来たらね、徐々に南下をしていきます。敵の艦隊発見。ちょっと敵の艦隊の中身見ましょう。これはワスプ、エンタープライズ、インディペンデンス、ランドルフのさっきと同じ艦隊が同じような場所にいるな。見つからないことを祈るしかないね。第一艦隊もちょっと逃げの体勢に入りましょう。今敵に見つかるわけにいかないからね。さあ、ではそろそろ12時になったので艦隊を動かしていきます。敵基地に向けて一気に爆進を開始。ヤマトだけは依然待機かな。敵の爆撃隊が来るな。次から次に。ここはどうにもならない。無情さを感じるな。絶対に発見されてはいけない。そのためのおとりのための水雷戦隊ですからね。よし、敵の空母を捉えたぞ。視界に敵空母を捉えたので、あとは敵空母を沈めるだけだ。さあ、こらえろ。魚雷をぶっ放すまでこらえるんだ。魚雷をぶっ放すまでなんとか耐えろ。もうちょっと頑張ってくれ。魚雷を打ち尽くすまではこらえるんだ。
いやー、本当に敵の航空攻撃強力だよ。しかも味方も見つかってるしね、ここで。第三艦隊も。まあ、しょうがないかな。魚雷攻撃もできなくなっている。こっからだな。従順に頑張ってもらうしかないね、こっからは。魚雷で戦艦を沈めて砲撃で、敵空母の甲板を破壊していきましょう。いや、苦しい戦いだな。ガチンコの打ち合いになってるからね。ただ、さすが従順だね。かなり頑張ってくれてる。いや、航空戦艦チームがちょっと到着が遅れてるな。火力を集中できればね。第三艦隊の足が遅すぎる。春菜をちょっと離脱させよう。春菜の機関がやられて足が遅くなってますからね。雨が欲しいな。ここで雨が欲しい。本当に雨が欲しい。全然雨降ってくんないからね。結局たどり着けたのは3隻の従順か。火力的に厳しいな。どの従順が沈没したの？やられてる。いやー、こっちの方も敵の戦艦と打ち合いだからね。まあ、楽ではないよね。さあ、ヤマトも南下しましょう。いや、全く雨降らずか、今回も。全く雨降らずは結構きついんだよね。
こっちからも右からも左からも敵戦艦の攻撃を受けてるからね。まあ空母が健在というのは一つ、ただグッドニュースというかね、いい状態だとは思います。まあ、敵は夜間でもね、爆撃機ご覧のように飛ばしていきますからね。雨が全く降らない状態だと本当に苦しい、戦いにはなっていきますね。いや、従順2隻からの火力だとこんなものか。全然減らせてないもんね。サウスダコタは撃沈できるかな、そろそろね。この魚雷が多分当たるでしょう。ほぼ座礁してて動けてない状態だと思うので。全く雨降ってないもんね。なんとかね、敵基地をレンジに捉えて一撃でもいいから多くね、攻撃を当ててってほしいなとは思います。雨が降らないとこんなものかというところだと思うんですけど、まあ、今後のためにね、ちょっとでもやっぱり活路を見出せる戦いをしておきたいので、ちょっとこのまま粘ります。了解。いや、でも雨降らないね。本当に雨降らないね。了解。雨降らない時はこんなものかと言うぐらい雨降らない。さあ、では、航空戦艦の方もね、攻撃を始めて、くれますので、ちょっとここでじゃあ時間を早めていきます。ここで雨か。ここで雨。これがどう出るかだな。ヤマトを特攻させる？それもありだよね。ここまで来たら。ここでの雨がどう出るか、あとどれくらい長い間ね、この雨が降り続いてくれるかかな。もうちょっと従順が残ってくれてれば火力的には出たかなと思うんですけど、そこだけが本当に残念だな。ヤマトが今27ノットで、キロノットで、沖縄の基地に向かってます。こいつらもうあれだな、全く使い物にならないね。航空戦艦は完全に攻撃能力を喪失してますね。
なのでこれらの航空戦艦をおとりになってもらいましょう。雨のタイミングだね、返す返すも。あとはヤマトがね、どれくらいのタイミングで入ってきてくれるかというところかな。雨はいずれ止みますから。ただおとりになってくれた艦隊がね、艦隊というか、まあ航空戦艦がね、気張ってはくれてます。思ったより雨長いこと降ってくれてるね。もうちょっと降ってくれれば、あるいはっていう展開に持ち込めるかもしれない。ここで雨が止んだ。ここで雨が止んじゃったな。こんなに接近してる状態で雨が止むとは、苦しいな。ヤマトはちょっと操船をしておきましょう。しっかりちょっとでも損害を減らす、そういう努力は必要かなと思うので。さあ、航空隊、正規空母に軽空母1から、攻撃隊が出ます。了解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 。やっぱりでもヤマトの砲撃と、三空母からの爆撃隊の効果は高いね。全然減りが早いこっちより。ただこんだけの数が、こんだけの数が向かってきてるからな。ヤマトがね、どこまで、果たして持ちこたえられるのかということだと思うんですが、ここで魚雷を一発だけで済んだか。従順がやられたのかな、軽順がやられたのか。ちょっと時間を止めてもう一回航空攻撃できるので、航空攻撃をしに行きます。で、ヤマトはもう一回下に下がる。魚雷をかわしてくれ。かわせなかったか。ただ全然早いよ本当に、ヘリが。これが本来のヤマトの強さだよね。了解。空母大破。
空母が一隻大破か。まあ、しょうがないかな、この動きは。いや、本当によく持ちこたえてる、ヤマトは。空母が持ちこたえられないかな。従順はどうなってる？従順はいよいよ厳しいね。ただこれが本来のヤマトの強さだっていうね、そのヤマトの強さを今のところすごく発揮してくれてるなって感じがしますね。ここでもう一発雨とか降ってくれるとね、流れが本当に、変わってもおかしくないかなと思うんですけどね。おっと、ここで来たぞ、ヤマトの単艦特攻が。なんかテンションが一気に上がってきたな。あと雨がどれくらい長く降ってくれるか。さすがのヤマトの火力よ。ここで敵艦に発見されたか、ヤマト。ここは空母を踊りに使う。いや、ヤマト本当に強い。だ、ただここで大破か。ここで大破か。こらえてくれ。ここでだ、あれだよね。敵の魚雷攻撃を受けるんで、きつくなんだよな、こっからね。ここまでか。従順がもう何隻か、あるいは航空戦艦がね、まあしっかりと、まあ、生き残ってくれていればせめて、あれだけでもね、主砲だけでも残ってくれてればっていう展開でしたね。さあ、ただヤマトが敵基地に主砲で攻撃を仕掛けているので諦められないですよね。うわっ、やられた。これ前回の動きと今回のがハマれば絶対クリアできてましたね。いや、ヤマトの、まあ、底力みたいなものは見れたかな。はい、まあ、ちょっとまた残念な結果なんですが、まあ、雨がはまってヤマトがうまく立ち回って、水雷戦隊がもうちょっといいタイミングで敵艦隊に突入できてっていうね、すべての好条件が揃えば、やっぱり敵艦隊も、まあ、ある程度倒しつつ、撃沈しつつ、損傷させつつ、敵基地の破壊も可能ではありますね。まあ、ヤマト脆い時は脆いんですけど、やっぱりヤマトの手法、これの威力、今回十分にね見ることができたと思いますので、また次回頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。
動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。